これさっきのやつよ、絶対。絶対そうよ。言うたろかい、けいけいけ。言うたろかい。次そうやな。いかでしたね。干潮前のね、潮が走るべきね。ほら。今日はね、久しぶりの、うん、2人でサポッティングの方をね、勝ってるサポッティングかうぃーこれリリースしましょうね。はい、全部いったやんおい、いましたね。てか、2杯抱いてる。あ、でかいの。嘘嘘、ちょっと待って、ちょっと待って、マジ、ちょっと、もう絶対しとめんば、さっきのオス。でかい、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 うお、やばやばない、やばかこれ、やばない。ハイデキラ、ハイデキラ、ハイデキラ、来た来た来た、ギルナの皆さん、皆さん、僕まだ2キロ釣ってませんからね。あ、やばい、そうよそうよ、そういうことになるよ。このデカさです。やばいでしょ。オスです。3キロあるんじゃないこれ。やばい、いや、見てこの傷つき方、すごい、冒険の仕方が違う。すごい、冒険ってなんだろう。ルフィ、あら、この間の動画と一緒。何、何よ、何なのよ。いけるかこれさっきのやつよ、絶対。絶対そうよ。もう傷つき方がエグすごい。ドーラの感想は2キロ行かなかった感想は。ちょっと聞き方やらしいわね、ちょっと。2キロ行かなかった感想。あのね、初見3キロよ、絶対あれ。まあ、そうよ。初見3キロだと。今も2キロあるって思ってるもん、これ。このデカさ。でかいじゃない、だってこれ。でかい、これでかいよ。これまあ、いや、でかいよ、でかいのよ。今回はですね、モンスターマスターですね。いや、完璧ですね。ダートマスターの 3.55。はい、痛くないんでしょ。痛いわね。痛くないんでしょ。はい、こんばんは、皆さん。こんばんは、皆さん。こんばんは、皆さんと。釣りなさいよ、早く。あんたより、いいから。あ、焦らせるわね。そろそろライブ配信よ、これ、今。エギは何使ってますか。今、リアイソーです。今、リアイソーをね、投下しております。爆弾注入しております。ええ、はい。3.55 です。はい。ダートマスターの方です。あと2分で、もうライブ配信終了しますね。はい、40分だよね。40分、はい、何かあります皆さん。 何もないと思う。何もない、何もないです。何もないですよね、はい、もう今のところ何もってないです。大丈夫です、落ち着いております。いや、落ち着かないでください。頑張ってるけど焦ってしまう。そうそう、なかなかね、焦ってしまいますね。おーしょ、おー、マジで、マジ、はい、見た皆さん、はい、ちょっと待って、ちょっと、はい、ボゴタ、カメラ、ちょっと撮影してるんでね。ちょっと待って、皆さん、皆さん待って、皆さん待って。ゆうたろうがい、ゆうた、ゆうた、ゆうたろうがい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 、つるてゆうたろうがい。ヤクルマでもないけど、はい、一応ね、はい、あざまーす、あざーす、イカやったー、よかったー、また500ぐらいやな。ありがとうございます。はいはいはい、あ、来ましたね。あ、よかったです。来ました来ました、うん。食べちゃいたかったんだって。500ぐらいか。500ぐらいか。うん、いいじゃないいいじゃない。営業なんすか。これまたリアルリソースエジです。言えてね。リアルリソースエジエジエジ。真っ黒になっとけばいいです。もうブラックタイガーのエジです。ブラックタイガーになってますね。はい。今ライブ配信中でね。髪がかってましたから。こう今ライブ配信してるんですよ、皆さん。こうしてインスタのね。うわー、3、2、1。なんなのそれ。知らないの、ツルピカハゲマル君。夜食ですね、夜ご飯。夜ご飯の時間来ました。来ましたよ。もう我々みたいなもんはもうカップラーメンですよ。そういうことです、はい、これが一番美味しいから間違いない。今日私が選びましたのは、はい、はい、まずラーメンの方から。はい、はい、ラーメン背脂の神ですね。おー、そう、京都の名店背脂の神です。なるほど。と
スパム、お沖縄のスパムですね。なるほど。スパムのおむすびで、私は安定のですね、こちら、はい、カップヌードルカレー味ですねに鶏飯、エギはリアイソ、ラーメンはカレーヌードルって鉄板って決まってるんですよ。誰の鉄板なの。はい、ちょっとね休憩を取りまして、ポイント入りました。塩するエギダートマスターの 3.5 個、モンスターマスターですね。マーク寝てますね。今3時前かな。土管潮止まり前ですね。ちょっと気になったんでね、30分ぐらいちょっと打とうかなと思ってポイント入っております。これ釣れそうやな。マー君やんなくていいのかな。マー君釣れそうやけど答えてない。ダクならここでしょうね。イカでしたね。あ、イカやったね。おいしょー、イカでしたね。わ、結構でかい、でかい。一個マー君呼びたい。マー君呼ぼう。寝てるけど。マー君、ヘルプ。マー君、起きてくれ。はい。来ましたー。あ、ちょっと待って。はいはい、結構でかいかも。あ、ごめんなさい。カメラお願いします。はいはいはい、すみません。起きてくれました、皆さん。でかい。まあまあある。すごいじゃない。黄色あるんです、マーク。こそって言ったらそうするじゃない。こそって言ったの、寝てたじゃん、あなたいびきかいて寝てたじゃない。大丈夫ですよ、大丈夫ですね。おお。ちょっと待って。残念でしたね。キロちょっとぐらいですかね。なんかね、当たりがでも変やったな。いるいる、まだいる、まだ釣れる。そう、やっぱりね、干潮前のね、潮が走る時ね。いいなぁ、ありがたきです。すごいなぁ。これ取り込みまでどうしましょうかね。手取り見てみ、いけそうにないやろ。無理、絶対無理せんだよ。怪我したら話にならん。この一段下に。ああ、そういうことね。オッケー。あ、抜けた。抜けた。なんやろ。なんかなんやろ。おむすびが食べたいんだな。右流れなの。そうね、今右流れてるね。右行ったら左に行ったりするんだよ。ほら、いいじゃない。いや、ないな。え、ないな。でもまあ、500はあるわ。500はあるわ。500あんの。集中したのに塩が効いたからさ。いいじゃない、いいじゃない。キロはないな。キロはないの。うん、でもまあ500はあるな。500はある。なんでキロないのかな、いつも。いいじゃない、いいじゃない。後で引くパターンもあるからね。引いてくれないで待ってるのよ、ずっとゆっくりこうグングングンって行くかなと思って。ある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 。キロはないけど取れる。取れる。
そっちにやるけどね。見える？ああ、足に行った。来たわね。はいはいはい。来ましたね。来ましたね。いや、来ましたね。サイズアップしてますね。マーク。ほら、綺麗なおっちゃん。何歳だよ。測ろう。ちょっと待ってくださいね。はい、ゼロですね。500はあるから、絶対。あ、ないな。持った感じない？ないな、500ないあるかないかがやな。あ、全然ありますよ。いくつです？あ、ジャスですね。700。いや、いいじゃない。いいじゃない。くそー。押すよ、綺麗に。はい、あと300欲しい。ほら大きく見える。すごい大きくなりだいすごい、生きてる。泳いでる。泳いじゃってるね。エギは何すかね。リアルイソスジエビです。鉄板じゃない。さっきやってたじゃない、だって。これで。集中したすぐだったから確かに、うん、全集中しましたもんね。全集中しますって言っていったから確かに。リアイソいいね、鉄板やねですね。鉄板エギ、うん、もういいんじゃないですか。鉄板エギのもう印、もういやいいと思います。はい、もうこれにステッカー貼っとく、リル入れて貼っとく。人のやつやっす。10ぐらいです、さっき同じ ぐらいです。いやー、500ぐらいだ、はい、まあ、まあいいんですよ。大事大事、朝の一発手繰り寄せるよ。あ、目にかかってたね。あ、どうする、持って帰ろう、これは。帰るか。リアイソですか、まだリアイソです。もう変えません、変えてません。変える気しません。距離あるけど、キロはないな。はい、500ぐらいです。あ、あるやん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 。いけるいける。わー、引いてる、潮が。よいしょ。おー。よいしょ。ありがとうございます。リアイソース、強い。強い。鉄板中の鉄板じゃないですか。入ってきてます。ねえ。はい。ちょっと測ってみますか。はい、メスか。うん、それメスやん。はい。あ、はい、あります。6号あります。6号ですね。はい、ありがたきです。ありがたきです。まあ、朝まじめ、はい、見事、まあ、600オーバーですかね。はい。釣ったんですが、はい、なんか事件があったそうで。はい。隣で、お客さんが。お客さん釣り人ですよね。 1.2 を釣ってました。俺とおいんとやけんな、今んと釣ってないんだよ、あなた3メートル横で釣られたけん。1.2 はあったぞ、絶対あれ。おいんとあれ、おいがそういえば釣ろうとしよったけん、おーじゃなかけん。釣られてましたね。私がそういえば釣るって言ってここにおった後にサクッと釣ってサクッと帰っていきました。えらいこっちゃ。はい、皆さんこんばんは。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。やった、すごいよね。今季はまあやりますって言ってましたんで、
まあ、でも2キロはなかなかいけないね。いいじゃない1キロいけ1キロいけいいじゃないのよ。まあ、いいんだけど、いいありがたきなんだけど、はい、まあでもマーク言うてもついてるんで、まあ、言うまずめ決めてくれたし、まあ、サイズは出ないんやったけども、うん、そのあのタイミングでやっぱり釣るっていうのがやっぱり大事なんです。何を言ってんだい2人の超過だから そうなんだけど、目標があるから1年の目標だから、はい、ってことで今回ですね、鉄板焼きっていうことで、あ、すごいすごい、あれはすごい、うん、はい、今日ですね、あの新月っていうことでね、はい、もう月がない状態、もう真っ暗、うん、真っ暗なんだけども、ケイムラなんですよね。ダートマスターのリアルイソスジエビ、うん、とモンスターマスター、モンスターマスターですね、うん、まあ、どっちもケイムラですもんね、うん、すごいね、いや強いよね、うん、いつ取ればいいもん、あれあれでいいもん、買える気がしないんだもん、ね、昼夜問わず使えるのがまだいいですよね。鉄板エギのご紹介ということで、はい、リアルイソスジエビとモンスターマスター完璧ですよね、まあ、リルラーの皆さんね、はい、どうでしたか、はい、本気のお兄ちゃんがものすごいなと思う方は、うん、高評価ボタン、チャンネル登録、ベルマークよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、コメントなんかもお力になりますので、はい、もうよろしくお願いします。あとですね、あ、今日ちょっと映像にもあったと思いますけど、インスタなんかもね、ライブとかやってるんで、もしよかったらフォローしてください。はい、急遽ライブ配信したりとか、そうやったりするんで、 YouTube では見られない、そうそうそう、はい、映像、生の映像、はい、なるんで、はい、ぜひインスタの方のフォローもよろしくお願いします。お願いします。じゃあな、じゃあな、じゃあなアルオやったっけ誰、南、みなみ違う